中国カリフォルニア州北部デルノルト軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。市南部の砂浜が三日月型をしていることから氏名が名付けられた。2000年国勢調査での人口は4006人だったが、2010年国勢調査では7643人となり、91%増加している。これには、市域内にある ペリカン湾州立刑務所の週監者数も含まれている。市内には、レッドウッド国立公園事務所がある。クレセントシティは、北緯41度45分21秒整形124度12分6秒、北緯41.75583度整形124.20167度、41.75583-124.20167に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は2.1平方マイルであり、このうち陸地は1.8平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は13.59%である。カリフォルニア州とオレゴン州の宗教から約20マイル南に、ある。太平洋に注ぐエルククリークの河口が市内にある。クレセントシティの気候は、欠片の気候区分では、 地中海性気候に分類されるものの、乾燥しがちなロサンゼルスやサンディエゴなど州南部とは異なり、州内でも最も雨の多い場所となっている。年間降水量は70インチに達する。雨の多い季節は10月から3月であり、最も雨の多い月は1月で、平均13.3インチに達する一方、最も少ない月は7月で、 平均0.5インチに満たず、冬季と夏季の降水量の差が際立っている。1月の平均最高気温は、下肢53度、最低気温は、下肢39度である。8月の平均最高気温は、下肢67度、最低気温は、下肢50度である。年間平均で、下肢32度を下回る日は15日ある。 過去最高気温は1964年9月24日、1970年6月1日、および1991年10月10日の過詞93度、最低気温は1990年12月21日の過詞19度である。月間降水量が最も多かったのは1973年11月の31.25インチだった。 24時間雨量で最大だったのは1995年1月9日の7.73インチだった。月間及び24時間の降雪量が最大だったのは1972年1月6日の6.0インチだった。バッテリーポイント東大クレセンとしては津波の被害を受ける可能性がある。ハンボルト州立大学によれば、 1943年から1994年の間に17回の津波が観測された。これらの津波の影響は認知できる程度だったが、特に1964年の津波では広範な被害を受けた。1964年3月27日、アラスカ州アンカレージ沖でグッドフライデー地震が起こり、震源近くでは山崩れを発生させ、津波が3時間のうちに、 太平洋を横切って、アメリカが衆国西海岸のワシントン州に達した。この津波で、ドックや船、車、海岸の住居を破壊し、川を遡って同じような被害を出させ、さらに海岸を折り続けた。それから1.5時間後をはじめとして2時間の間に4つの波がクレセントシティを襲った。この波が収まった時、建物289棟が破壊され、 仙台の自動車と25隻の大型漁船が潰れ、12人の死亡が確認され、100人以上が負傷し、多くの人が行方不明となった。市内の60ブロックが浸水し、30ブロックは破壊された。行方不明者の多くがその後見つかったが、すべてがはっきりしたわけではなかった。保健庁サインは、地震でアンカレッジに及ぼした被害よりも、 クレセントシティのブロックごとの津波による被害額の方が大きかったと見積もった。この津波はアメリカ西海岸を降り、他でも死者を出し物損を与えたが、クレセントシティほど大きな被害を出したところはなかった。クレセントシティはその海岸の地形、地震の電波線に対する位置、コブ、ミヤマなど海底の地形、および地に近い川の位置など津波の被害が拡大する要素がある。 家屋、建物及びインフラは、まもなく再建されたが、人命、資産を帯び経済の破壊から立ち直るまでには、長い期間を要した。クレセントシティは今日津波に対する備えを行っている。2005年6月14日にマグニチュード7.0の地震が90マイル沖で発生した時に、それが試された。津波警報が発されてから20分ほどで市内の、 大半が避難を終えたが、津波は観測されなかった。2006年11月15日に、西太平洋千島列島のシムシル島沖で発生した千島列島沖地震では、津波警報が発令されたが1時間後に解除された。しかし、その地震が原因とされる高波が、クレセントシティ港を襲い、3つのドックと幾席かの船に被害を出させた。 アーノルド・シュワルツェネッガー州知事は非常事態宣言を発した。この宣言が出たことで被害を受けた地域は損害を補修するための連邦政府非常事態救済資金の手当を受ける資格ができた。2011年3月11日に三陸沖で発生した東北地方太平洋沖地震では最大で約2.5メートルの高さの津波が到達し、 それにより35席以上のボートが被害を受けた。また数人が津波にさらわれ、そのうち一人が死亡した。カリフォルニア州議会では上院の第4及び下院の第一選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第一選挙区に属しており、クック投票動向指数は民主党プラス10である。2010年時点で州上院議員以外の2議席を 民主党議員が務めている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。高規格道路として、アメリカ国道101号線が市内を通り、北のオレゴン州海岸と南のユーレカをつないでいる。アメリカ国道199号線は、クレセントシティのすぐ北で始まり、北東のグランツパスに向かっている。スカイウエスト航空が、ユナイテッドエキスプレス便として、 ジャック・マクナマラ空港発着の旅客便を運航している。その大半はサンフランシスコ国際空港とをつなぐものである。またアーケート・ユーレカ空港を経由してサクラメント国際空港に行く便も1日1便がある。地元の公共交通はレッドウッド海岸交通と様々なタクシー会社が運航しておりアムトラックの旅客列車に接続している。クレセント港は 鮭、エビ、マグロ、タラおよびアメリカイチョウガニを取る漁船の母港である。他に漁業や非漁業に関連する事業や港湾管理の事務所もある。港にはプレジャーボートの係留所もある。クレセントシティは1848年にマサチューセッツ州メドフォードのジョシアティ・フォスターが建造したスクーナ船の名前だった。1906年に建造をされた クレセント式という名の船は元、ジム・バトラーという名であり、ワシントン州アバリーンで、リンドストローム造船会社が建造した701トンの蒸気スクーナー船だった。この船は1827年に、チャンネル諸島のサンタクルーズ島沖でナンパした。毎年7月4日の独立記念日には、近隣で花火大会が開催される。市内には、様々なショッピング施設がある。 中心街事業地区には多くの小型店舗も多い。クレセントシティ近郊の地図クレセントシティ市内の公立学校はデルノルト群全体の公立学校を管轄するデルノルト群統一教育学区に含まれている。市内には次の学校がある。ありがとうございます。